の4チームのホームゲームプレビュー、4スポ週末ゲームプレビュー。1月17日土曜日18時30分試合開始、香川アイスフェローズ VS 京都府選抜。18日日曜日19時開始、香川アイスフェローズ VS 大阪選抜のプレビューです。お伝えするのは私、富永真由子とトミーと、一緒に伝えていただくのは4スポナビゲーター藤沢翼さん、はい、そして4スポライターの上溝真嗣さんです。よろしくお願いします。今日ライターですか？はい、はい、さて今日も5分で試合のポイントをまとめます。はい、それではスタート。はい、はい、ということでですね、香川アイスフェローズ出場します 2014-2015 アジアリーグ10th J アイスウエストディビジョン。香川アイスフェローズのほか今シーズンの J アイスウエストなんですが、先ほどトミーからご紹介ありました京都府選抜、さらには大阪選抜、そしてもうすでに対戦を終えています岡山ブルーサンダー、そして香川アイスフェローズの4チームで戦っていくと、1回戦総当たりで行われていくリーグ戦ということになります。香川と岡山、それから大阪と京都がもうすでに戦っているということで、香川は9対0で先日岡山ブルーサンダーに勝利しています。そして大阪なんですが京都に15対0で勝ったんですよね、上溝さん。そうですね、はい、はい、こちらですね、あの京都府選抜さんの方の人数がちょっと、はい、試合の時に間に合わなかったというところで、あら、募集試合15対0という試合結果なんです。なるほど、規定ではこれ11人いなければいけないというところで、メンバーが揃わなかったということで没収試合になってしまったということなんですけれども、はい、まあ、ちょっと京都にとってはアクシデントになっちゃったという感じなんですが、そうですね、ただそれでもまあただただね、それであの試合なくなりました返しますというわけにはいかないんで、はい、いるメンバーで試合はとりあえずやったよという参考となります親善試合が実は大阪と京都で、大阪9対1で勝利しているということになっています。これまたちょっと後ほどですね、まあ、参考までにいろいろ掘り返していきたいなというふうに思うんですが、まずはですね、岡山と対戦した香川アイスフェローズ、まあ、アウェー岡山乗り込んでということで先日戦ったんですけれども、はい、9対0での勝利。上溝さん、はい、まあ、今回の、まあ、今シーズンの香川アイスフェローズはどのように見てますか？今シーズンはですね、人里選手っていう選手が入ったんです。人里選手、ね、人里選手、はい、この選手がですね、ええ、すごく前から当たる選手なんですよ。はい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 、はい、ですから大日向と今黒岩と組んでるんですが、3人ともすごく前へチェックに行くんで。なるほどね、はい、はい、激しい試合なんで見てて楽しいですね。なるほど、人里選手なんですけども先日の岡山戦では1ゴール4アシストを記録しているということで、早速まあ効果が出てるなっていう感じですね。そうですね、1セット3人、はい、この3人面白いですね、見てて、はい、でちゃっかりしてるのかっていうとね、本人に怒られそうですけれども、コン選手、はい、2ゴール決めて、そしてゲームベストプレイヤーにもこの試合で選ばれたと。さすがベテランですね、はい、本人の段でもそのようなコメントがあったんですが、まあ、いずれにしてもコン選手のこの、まあ、ここぞというところの活躍というのも見逃せないなというような感じですね。そうですね、はい、でまあ、プレビューということになるんですが、1月17日土曜日は京都府選抜と対戦いたします。まあ、京都府選抜なんですけれども、先日ちょっとメンバーが足らなかったというところで、まあ、ちょっと未知数な部分もあると思うんですが、この辺いかがですか？京都府選抜9名なんですけれども、はい、これ何が抜けてたかというと大学生が抜けてた、はい、なるほど、というところで若くて走るプレイヤーが抜けてたという形になるので、はい、本当に実力がわからないというのが正直なところです、ね、なるほど、はい、この大学生パワーが融合すると京都府選抜どのように力を発揮するのか、そして没収試合となってしまったので大阪に非常に有利な得失点というか得点が入っちゃったというところもある、はい、そうなんですよね、これね、厄介な存在にならなきゃいいなというふうにも思うんですけれどもね、はい、ただ1回戦でございますから、はい、大阪戦も含めて直接対決で勝つかどうか、はい、これが一番大事ですからね。なるほど、はい、まあ、そして1月18日日曜日はその、まあ、当面の最大のライバルになるであろう大阪選抜との対戦ということになるんですけれども、大阪選抜、うん、ちょっと見覚えのある名前プレイヤーがいるような気がするんですけれども、はい、三浦選手ですね。三浦智弘選手、かつて香川アイスフェローズにも所属してましたよね。はい、スケート教室で一緒にやらせていただいた三浦選手が大阪にはいますね、はい、センターで、非常にクレバーなプレーをする選手なんで、はい、親善試合では9対1で大阪が京都に勝ってるんですけれども、この試合において7アシストですか、はい、これちょっと
たまんないなという感じなんですけれどもね、ここもちょっと気をつけたいポイントだなというところですが、まあ、普通にやったら上人さん、はい、香川勝てますか？勝ちます昨年ちょっと大阪に苦しめられたところはあるんですけども、そうですね、大阪は確かに強くなってきてるんですけれども、ね、はい、ぜひ香川が勝つところをね、はい、今年勝てば10連覇ですから、そうです、はいはい、注目していただきたいと思います。はい、藤沢さん、上溝さん、ありがとうございました。はい、アイスフェローズの出場する2014-2015アジアリーグテンス J アイスウエストディビジョン1月17日土曜日18時30分試合開始、香川アイスフェローズ VS 京都府選抜、行きましょう行きましょう、18日日曜日19時試合開始、香川アイスフェローズ VS 大阪選抜、ぜひ皆さん試合会場でご観戦ください。はい、また17日は試合開始より試合終了まで4スポチャンネルで生放送を実施します。はい、試合に行けない方はこちらでお楽しみください。はい、5分ちょっと回っちゃいましたね。しょうがないね。はい、もうカットしましょうね。カットちょっとね、はい、何たじろいでんだよまたです、よろしくお願いします。17、18ね、はい、4スポでも見られますから、はいはい、でも会場に来てください。